はい、ではね、時間になりますので始めさせていただきます。本日は岸和田競輪のミッドナイトと、あとは平塚競輪のミッドナイトの最終日ですね。まあ、基本的には平塚を中心に、まあ、予想しながら買っていきますので、遅い時間になりますが、ぜひね、よろしくお願いします。で、岸和田に関しては A 級の 1,2 班とチャレンジの決勝も組まれておりますので、まあ、そこはちょっとやってみようかなと思うので、ぜひね、よろしくお願いします。皆さんもね、もし車検買えるようであれば、買い目もね、教えていただければかなと思います。はい。ではですね、早速ちょっとやっていくんですけど、まあ、今日ね、最終日になるんで、うん、まあ、きっちり勝って終えられればいいかなと思います。で、まあ、明日がね、ミッドナイトの参上開催になるので、うん、またキャンペーンも入るのかなっていうところはあるので、まあ、そこもね、狙いながら、やっていこうかなと思いますんで、今日はね、まずしっかり勝って終えるっていうところを目指していこうかなと思います。はい。で、平塚の1レースの締め切りが45分、あと7分ぐらいですね。で、発走が50分ですね。もう岸和田の方はもう締め切ってるのかな、うん、ですね。はい。で、ここですね、まあ、どうを狙うか、人気がどうなんだろう。あー、でも人気2334なんだ。2332なんだね。うん。まあ、このメンバー構成だと1732465。深見選手が自力っていう感じじゃないと思うんですよね。自分はこれ32が前受けして、3217465のスタートから、まあ、最終的には大沢選手が主導権を取るんじゃないかなというところで、まあ、3223。まあ、ラインのワンツーというところと、で、相手に関しては細沼選手までかな。柴田選手とかちょっときつそうなんで、4と、あと深見選手。深見選手もちょっと微妙ですけどね。かなと、ちょっと考えてます。あと深見選手の後ろからも7かな。でもちょっときついかな。7は。でもなんかこう、たまにこう取る。3着、4着とかが、まぁ、あ、ちょっと引っかかるっちゃ引っかかるんで、ちょっとそこね、買ってみようかなと思うんですけどね。はい。いらないかな。1も本当はきついんだけどね。まあ、いや、とりあえずちょっとこれで買っていきます。2332の147と6446ですね。ここは、465がしっかり抑えて、465-1732の展開になった場合、叩けず。というところで4664だけ、ちょっとこれは押さえてみてます。なので、まあ、2332の147ですね。ちょっとここは3着抜けを狙いつつもちょっと期待したいかな。うん、64倍と102倍つくもんね、7はね。まあ、展開的にはありそうかなというところでいきます。で、あとは2車単で4664、細沼選手との折り返しですね。これが23と44。うん。いや、これでいきます。はい。こんな感じでいきます。よろしくお願いします。あ、高政さん、こんばんは。よろしくお願いします。買い目が2332の4ですね。うん、そこまででいい気がしますね。ありがとうございます。上選手が良くないからね。ちょっと、まあ、あとここと、まあ、岸和田とかを一通り見たんですけどね、あんまりパッとする番組がなかったんで、決勝2つなんですけど、なんか面白い番組があればやってみますんで、はい、よろしくお願いします。あ、智也さんもお疲れ様です。こんばんは、よろしくお願いします。はい、どんなところかな。あと5分ぐらいで締め切りですね。ちょっとでも深見選手きついと思うんだけどな。なんだろう、きつい気がする。まあ、大沢選手がしっかりかければ良さそうですけどね。
どう入るかなんだよね。枠的にやっぱ17のところが、まあ中段取れるんだけど、ちょっときつい気がするけどね。まあ、123のボックスか、32でかけてて、まあ、1が中段からまくるか。まあでも、細野選手もそんなにぬるい仕掛けはしないとは思うんで。どうなるか。逆に4からそんな売れないんであれば、43、42とかそのあたりですかね。43、42が、42が27倍もつくの。どうすかな。展開的にはそうだよね。42までかなーってもね。ちょっとごめんなさい。追加します。2442。トムヤさん、4000でいきます。ありがとうございます。ちょっと今自分も4が気になったんで、今、42だけちょっと買って、4224だけちょっと買ってみます。なんか3が主導権で4がまくりに構えて、ギリギリ届くってパターンもありかな。思った以上にオッズもつけるんでね。これでいきます。高政さん、あ、そうですね。高政選手はね、なんだろう、負け戦で乗れてるときは絡むイメージですけどね、なんだろう、昨日、おとといの見るとちょっときついっすよね。まあ、これできたらごめんなさいなんだけど、ちょっと買いづらい、前節あたりからね。前節も一緒じゃなかったっけ？静岡で一緒だったよね。確かね、ミッドでね。名古屋はモーニングだっけ？あ、名古屋もミッドだ。なんかほぼほぼ配信の時にいるイメージですけどね。いや、ちょっとこれでいきます。あと1分ぐらいで締め切りですね。お気をつけください。感じゃないな。まあ無難にというか、しっかり終えて、明日からちょっと切り替えですね。はい、じゃあ締め切りで発送のね、50分までもう少しお待ちください。人気は、でもやっぱ10倍は切らないよね。ちょっと、買いづらい。 確かに。まあ、特に今日はキャンペーンも入ってないから、まあ、回収率意識しながらですかね。まあ、VIP くじ引いてない方ちょっと引き忘れないようにってところと、明日からまた名古屋が始まるので、
5番車を意識してほしいのと、あとムチムチか。ムチも始まるのか。いいっすね。明日がまた三条会社なんで、名古屋、向こう町、松戸か。松戸の番組的には結構面白そうだな。名古屋も、まあ、チャレンジ、1、2班か。向こう町が1、2班だったかな。あ、そうですね。キャンペーンが分かればね、それ狙って仕込むんですけどね。あれ、この前なんか21レースやって8レース以上の的中で確かクリアできなかった、だったかな、確か。21分の8だからいけそうでしたけどね。意外とやっぱり3割越してくるから簡単じゃなかったですね。21分の7だったかな。33%だから悪くはないんでしょうけどね。ではですね、1レースが始まるので見ていきますね。楽しんでいきましょう。いきます。さあ、では第1レースまもなく発走となります。今日もチャレンジの実況は高原康則さんでお届けとなります。では行きましょう。1レース勝った方当たりますように。いってらっしゃい。それでは対戦メンバー発走系と出揃いましたので、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は愛知の深見博也、2番北海道平沢秀信、3番も北海道大沢かなた、4番埼玉細沼健二、5番群馬桜井紀之、6番埼玉柴田和幸、7番は岐阜の若原秀信。以上のメンバーで第1レースチャレンジ一般戦を争います。バンク4周回、距離は1625メートル、先頭固定競走です。この時間帯ですが、天候は曇り、20時40分現在、北東の風、バックからホームへ0.5メートル。南東の風20度、湿度は70%。昨日、おとといよりも湿度が低いため、この時間帯、非常に過ごしやすい時間帯となっています。発送いたします。構えての号令かかりまして、各選手が前傾姿勢と移っていきます。体勢完了です。号砲が鳴りました。第1レース A 級チャレンジ一般競争がスタートしました。まずは1番の深見博也が誘導を追っていきます。続いて2番平沢秀信、3番大沢かなた、ここまでは車番通り。あとは7番の若原秀信、車間相手4番の細沼健二、6番の柴田和幸、最後方が5番の桜井紀之です。レースは1周回目の3コーナーから4コーナーへと向かっていきます。これでまず前受けとなりましたのは中部の両者、1番愛知の深見博也です。初日のレースは久を叩けず、昨日のレースは後方で苦しくなって、初日2日目とも7着に終わっています。今日はどうでしょうか。マークするのは7番岐阜の若原秀信です。その後ろ3番手4番手の位置、北海道の両者、3番の大沢かなた。初日は4番手で何もできないまま、ただ昨日のレースは打掌の4コーナーで仕掛けまして逃げ粘っての2着でした。
マークするのは同じく北海道の2番車平沢秀信、あとは長いライン4車4番の埼玉細沼健治。初日は短期の競争、そして昨日のレースは牧田を叩けずに交代したというレースでした。マークする6番今日から補充の埼玉柴田和幸に3番手を固める5番の群馬桜井紀之です。レース残り2周となるところで、その関東の3車が上がっていきます。ゆっくりと前を押さえて車を引いたのは1番の深見です。これで深見が4番手の位置、誘導の後ろを確保した関東の3車です。レース間もなく打勝を迎えます。後方から上がってまいりました北海道の両者です。北海道の両者が前を叩いていきます。4番の細沼はこれで3番手の位置、レース残り1周となりました。風を切る3番の大沢かなたです。このまま北海道の両者押し切ることができるかどうか。中段3番手の位置、関東の3車ですが、今度は後方から上がっていきます。中部の両者1番の深見がまくっていきますが、これは前を捉えられるかどうか。2番の平沢、ここは牽制を入れます。外に膨らんだ1番の深見、直線に戻ってきた3番の大沢かなた先頭、外から1番の深見広也。第1レース A 級のチャレンジ一般競争です。このレースは異常なし、このレースは異常なしの判定です。オープニングレースチャレンジ一般競争、それではリプレイで振り返ります。3番の大沢が先行、ただ1番の深見後方から勢いよく追い上げまして、最後は直線ゴール前でかわしています。1番の深見がゴール前スーパースロー、1番の深見1着、そして2着に4番の細沼健治、あとは3番の大沢かなた。一旦の通過体制143とお伝えしておきます。結果と決定今しばらくお待ちください。第1レースでした。第1レースをご覧いただきました。チャレンジ一般戦、ここは深見選手のまくりでしたね。そうですね、大沢が結構早めに行きましたよね。早かったですね。そして3番手にいた細沼選手も最後は伸びてきたようです。決定、1着1番、2着4番、3着3番。平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番連勝複式1番4番750円、車番連勝単式1番4番1980円、3連勝複式1番3番4番770円、3連勝単式1番4番3番4680円、ワイド1番4番230円、1番3番230円、3番4番280円。以上でございます。第1レースの決定です。1レース1レース決定。はい、今ね、平塚のね1レース見ていただきました。まあ、あの展開で深見選手もまくり展開でもうまくれないだろうっていう展開というかね、見えましたけどね。まあ、平沢選手がね仕事すればね、止まっちゃうかなと思ったんですけど、きっちりまくり上げて細沼選手まで連れ込んじゃいましたね。当たった方ね、おめでとうございます。ちょっと頭は変えないな自分は。2日間のこの走り見ちゃうとね。はい、じゃあちょっと切り替えて次行きますね。当たった方おめでとうございます。まあ、割ってみたらね、一番点数上位者だったっていうパターンでしたね。はい、じゃあ次行きますね。いや、無理です自分は。はい、じゃあちょっと次行きます。で、2レースの締め切りが21時5分で、発走が10分ですね。これから買われる方ね、お気をつけください。で、ここ牧田選手をどう見るかですよね。やっぱ点数も上ですし、まあ、しっかり突っ張り先行から押し切りを図る点レースなんじゃないかなとは見てます。で、ここ1、2、7、5、4、3、6から、まあ、そのまま突っ張
手の主導権であれば、ちょっとまあ末欠いてるイメージがあるんで、阿古選手のかわしに力入ろうかなとは思ってます。あとは、渋川選手が結構気合い入ってるんで、ここしっかり叩きに行った場合、ちょっとまあ127が引かざるを得ない展開っていうか、まあそんな無理する必要ないと思うんですよね。後ろが難関で千葉、難関の2人かなんで、もうここ436がしっかりこう127を叩きに行くんであれば、もう引いちゃってもいいんじゃないかなと思うんですよね。そうすると、4365127なるんで、まあここはもう阿部選手のかわしの34からで行ってみようかなと思います。まあそれぞれのラインでかわしから入ってみようかなと思いますね。ちょっとテレコにはせず、かわしのみで行こうかなと思います。あ、愛知さん、こんばんは。ありがとうございます。今日もね、よろしくお願いします。今日岸和田中心とですかね。もしね、平塚も買われるようであれば、1、2班からかな。よろしくお願いします。はい。どうしようかな。あ、ハゲチャミさん、こんばんは。ありがとうございます。競輪全くわからないんで、皆さん、Q さんの回目で勉強させていただきます。ありがとうございます。ちょっと本当ね、チャットの皆さんが予想上手なんで、ぜひ考え方とかね、参考にしていただければかなと思います。まあ、自分もね、ちょっとね、ひねくれながら買ったりはするんで、まあ、こんな買い方があるんだな、みたいな感じで見てもらえればと思いますんで、よろしくお願いします。はい、どうしようかな。そうすると、これ1、2から、かわしそうだけどね、2、1、片岡選手まで絡み、前受けから突っ張るんであればありそうだけどね、動けなくてね。まあ、21の7。7よりはどっちかっていうと、切れ目の大川選手とかの方が面白そうな感じもするっすけどね。まあ、21の7、12倍あるんだ。21の7543。ハゲチャピさんね、グッドボタンね、ありがとうございます。さっきのレースは終わってみたら自力ボックスですよね。どうすかな。いや、ここはちょっと阿古選手のかわし、ちょっときつそうだけどな。で、牧田選手が長い距離踏むとやっぱり危ないと思うんで、自分はちょっと思い切ってかわしを狙ってみます。21の7543。ちょっとこれでいってみます。34の652ですね。これはもうしっかり叩けた場合ですね。4365の1277た場合は34でいこうかなと思います。21の本線の方が12倍から28倍ですね。と、あと34の652が満車券ばっかだね。 ちなみに3連複だとちょっと安いのか。でもなんかワンチャンありな感じだね。まあ、あんま買ってもあれなんで。いや、まあ、言うて、そんなに 自信があるレースなわけでもないんで。ちょっとここはごめんなさい。7枚で遊んできます。高政さんが14の56ですね。また自力ボックス。自力ワンツーか。ありがとうございます。はい、一番さん、平塚3レースだけ買ってみました。おお、ありがとうございます。3レース。どっから入るんだろう。ちょっと気になりますね。北村選手が展開絶好ですけどね。4着4着でどう見るか。
自分はちょっとこれすんなりと、飛びつきをね買ってみたいですけどね、うん、からが、まあ、さっきも言ったんですけどね、ミッドナイトが参上開催、キャンペーン出てこないね、まだ決まってないのかな、それかこの各城のキャンペーンだけなんですかね、うん、やっぱりもうね、今チャレンジ見てると並びの違和感がだいぶ出始めてますよね。うん、あれ並び逆じゃんみたいなね、うん。結構出てきてるんで、そこの違和感もねしっかり捉えつつ車検に生かしていきたいですね。あ、千葉さんこんばんは、ありがとうございます。素直に本命で1021-543ですね。おお、ありがとうございます。すんなりかけての3番手は裁かれてるよってとこですかね。ありがとうございます。1がやり合った場合の5の頭とかどうなの？なんかこう予想を組んでるときは全く思いつかないんだけど、こう話したりとかこう見てると5の頭、5253とかね、まあでもさっきそれで追加してね当たんなかったからね、まあ、5253、52は30倍、53がいないけど5370倍あるんだ。うん、まあ4が戦って1と削り合って5が最後縦足みたいなね。あるかな、うん、まあ、そんなにもがき合うって感じじゃなさそうなんで、うん、いやあるとしたらそこですかね、5253が穴ですかね、漁夫のりでね、うん、はい、では5分で締め切りですね、発送のね10分までお待ちください。では千葉さん対抗で1331-246ですね、ありがとうございます。133、おー、4を逃がして3の抜け出し、1のまくり上げですね、ありがとうございます。それか4365127から1がかまして27が裁かれちゃうパターンだね、143でドッキングしてね、うん、それも面白いですね、うん、
はい、今公式も締め切ったのでね、発送までね、お待ちください。はい、ではね、そろそろ2レースが始まりますね、うん、人気は1の押し切りがそのまま売れた感じですよね、うん、はい、では2レースが始まるので見ていきますね。楽しんでいきましょう。いきます。このリズムいい発売時間の中で、はい、あ、なんで63点なんだろうみたいなね、はいはい、ちょっと見ると、あ、長期欠場明けじゃんみたいなのとかもあるしね、うん、そういうところで美味しいのが取れるとね、また嬉しいです ね。では第2レース発走です。買った方当たりますように。いってらっしゃい。参ります。1番は福島の牧田健也です。2番静岡梶原亜光、3番東京阿部裕之、4番新潟渋川昭人、5番は和歌山の大川英治、6番栃木野崎修一、7番は千葉の片岡正明。以上のメンバーで第2レースチャレンジ一般競争を争います。ここはライン2つに分かれていく模様です。まずは1番の牧田健也、この牧田の後ろに静岡の梶原、そして千葉の片岡がつきます。そしてラインはもう1つ、4番の渋川引きります関東ライン、この後ろには東京の阿部、そして栃木の野崎が続いていきます。各選手が前傾姿勢へと移っていきます。号砲が鳴りました。第2レース A 級チャレンジ一般競争のスタートです。まずは1番の牧田健也が誘導を追っていきます。続いて2番の梶原亜光、そして4番の渋川昭人、その外7番の片岡正明、3番の阿部裕之、その外に5番の大川英治、これで最後方が6番の野崎修一となっています。レースは1周回目の3コーナーから4コーナーへと向かっていきます。まずラインは1番の牧田健也が誘導の後ろ、初日のレースは長谷川を叩けず、昨日のレースは細沼を封じたんですけども、末を欠いて3着に残るのがやっとでした。今日はどうでしょうか。マークするのは2番の静岡梶原亜光、昨夜も牧田との連携があります。2番の梶原、そしてその3番手を固める7番千葉の片岡正明、昨日からの補充出走です。補充となった昨日は短期での競争、北日本勢を追走して3着に入りました。あとは短期5番の大川英治はこの2日間はラインを組んでいたんですが、今日は短期での競争。あとは関東の3社、4番の渋川昭人、昨日のレースは大沢にかまされての競争でした。あとは3番の阿部裕之、そして6番の野崎修一の関東勢、レースは残り2周を切るところ。ここは1番の牧田突っ張る構えを見せました。4番の渋川一旦車を引いて5番手の位置に車を下げています。1番の牧田、ここはペースダウン、後ろの動きを警戒します。レース間もなく打勝を迎えるところ。4番の渋川も一旦5番手で
体勢を立て直して3コーナーから行きました。4番の渋川が前を叩いていきます。ただ合わせるように1番の牧田もペースアップ。ただここは4番の渋川が前に出切りました。残り1周を切った4番の渋川、そして3番の阿部博之、そして3番手の位置に6番の野崎修一、ただ2番の梶原亜光がここは単独で行きました。最終バックを通過、2番の梶原亜光単独でまくっていけます。これで4番の渋川が2番手のうち4コーナーから直線に戻ってきた。2番の梶原のまくりが決まりました。第2レースのチャレンジ一般競争です。第2レースのチャレンジ一般競争、最後は2番の梶原亜光自らまくっていきました。レースは異常なしの判定です。それではリプレイで振り返ります。2番の梶原亜光が自らまくりを放ちまして1着ゴールイン。ゴール前スーパースローの映像をご覧ください。2番の梶原亜光の単独まくりが決まりました。そして2着ですけども、3番の阿部博之、4番の渋川明人の体勢に見えます。2、3、4の通過体勢とお伝えしております。結果と決定今しばらくお待ちください。第2レースでした。はい、梶原選手のまくりね。大体ね、自力で自分の現役の頃どんどんまくってましたからね。そっか、はい、決定。1着2番、2着3番、3着4番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番伝承複式2番3番3950円、車番伝承単式2番3番5880円、3伝承複式2番3番4番4220円、3伝承単式2番3番4番3万1770円、ワイド2番3番600円、2番4番480円、3番4番730円。以上でございます。はい、今ね、2レース見ていただきました。さっきにちょっとボソッと言ってた3、4の6、5、2の3服みたいないやー、すげーまくりでしたね。もうしょうがねえって感じですけど、まあでも展開的にね、もう 4が叩けたんで、3、4、4、3かできたかなと思いましたけどね。ちょっと流したわけじゃないんだろうけど、ちょっと流したようにも見えるけどね。まあ3分か42倍か、まあしょうがないですね。当たった方ね、おめでとうございます。ちょっと300円ケチるんじゃなかったですね。はい、じゃあちょっと切り替えて次いきますね。いやー、すげーですね久々というか、自分こんなに気持ちいいまくり初めて見たかもしれないですね。いやー、やっぱりこう、積み重ねてきてるものがやっぱりねありますよね。やっぱチャレンジで降りてきてもね。いや、すげーやあれはもう、あっぱれと言うしかないですね。じゃあちょっと切り替えて次いきますね。21、25分が3レースの締め切りですね。これから帰れる方お気をつけください。で、ここどう見ようかな。中島選手が良さそうで、北村選手が良くないですよね。で、松永選手と幸男選手が、こっちについたっていうところですかね。本当なんか36、松本選手の方がなんかつきたかったみたいなコメントもあったんですけど、2145対736ですね。
まあ狙うなら思い切っての箱3とかか、あとは3、6が一旦頑張って切った場合のちぎれだけ狙ってみるか。2、1の方が押し切れが売れますよね。あ、そうっすよね。まあきっちりマーク、突っ張り先行からマークであればかわしそうだけどね。初日押し切ってるからね。突っ張りからね。あれ？初日はあれか。あ、そうか。入れ違いが激しかったやつですね。あ、これ中村選手が、そうだ、やらかしたやつだね。押し切りから狙うか、まあ2一から4三、あ、4、2一から4五か、まあ1二から4五か、もしくは2から3六入っちゃうかですかね。まあ3六前受けはできないと思うんで、何かできるかってなると、まあしっかり押さえて2を引かせるってとこですよね。そこだけかな。そこが多分穴というか、まあ、ついても多分2、30倍じゃないですかね。2、3、6。40倍と86倍あるんだ。なんか引いてかますイメージだけどね。初日思いっきり突っ張りましたからね。まあ、引いても4番手ってなれば引く可能性は十分あるか。そうすると、ちぎれはやっぱあるよね。突っ張りであれば青山選手の箱さ、三着突っ込みまで買いたいですけどね。初見の予想が1、2の4号と2から3、6、まあ、さすがに突っ張りであればかわすでしょうっていうところだったんですけどね。1、2の5になるとつけるんだね。1、2の4、5、ちょっと素直に言ってみようかな。まあ、力というか、まあ、2日間見る感じは押し切りっぽいですけど、まあ、さっきの深見選手の例もありますからね。1、2の4、5、まあ、突っ張りでしっかりかわせようというところと、引いてのかましですね。その離れるパターンですね。2、1の3まで欲しいな、そうすると。ここまでですね。千葉さん、さっきのレースは多分ね、多分渋川選手の多分気持ちが強かったかもしれないですね。なんか前節やっぱりちょっと失格で確か終えてたんで、そこもあったかもしれないですね。あ、千葉さんね、3です、ありがとうございます。高政さんが、お、2から3、6、3、6ですね、ありがとうございます。多分同じパターンですかね。ありがとうございます。1、2の4、5が 4.8 と22倍、あと2から3、6引いてのちぎれが43と87、あと2、1、3引いてのかましで北村選手までつき切ったパターンが2、1、3が 13.9 ですね。これでいきます。あ、テロさん、こんばんは、ありがとうございます。37の1212、おー、ありがとうございます。37の1212、すげえとこ行きますね。37の12か。
平選手と松本選手の まくりってとこですかね。いやでも今日もねまた晩酌券期待しますんで、ありがとうございます。すげえな、37か37か。まあでもちょっとこの感じだと北村選手の箱さんは十分ありそうですよね。241とかで、241、245まで行き過ぎな気がするけど、うん、2度あることは3度あるかもしれない。4着4着4着ね。中島選手も1本取りに来るんであれば引いての長い距離、あの長い距離踏まないでね、引いてのかましになりそうですけどね。36が番手はまった場合は7かませるのかな。あーちょうどかましも持ってるんで、多分このままだよね。まあ、でも皿足が57か、飛びついた場合ですよね。そもそもまあ引いて飛びつけてっていうパターンですけどね。まあ前受けはできないでしょうから、後ろ攻めから。どうなるかですけどね。と千葉さんは中島選手の 2,3 着固定で穴ですね。ありがとうございます。まあ、でも競りと同じセオリーだったらさっきの7のかましが出て2が追いかけて27なんちゃらですかね。263が満車券になりましたね。千葉さん買い目が134の2の134ですね。ありがとうございます。もう本当もう末を書いてる感じですかね。あと2の3着ですね。ありがとうございます。どう仕掛けるかっすけどね。まあ2社だったら突っ張っちゃえばいいやって考えるのか、まあ、引いても4番手だしってなるか。まあ36がすごいきつめに抑えに来るんだれば無理はしなそうですけどね、ゴリゴリね。
あ、たぬきさんありがとうございます。今日は出目が早くも出ました。お、100円的中で、ね、おめでとうございます。残りのレースが楽しみですね。ありがとうございます。 1,2 の全456ですよね。うん、次もなんかそんなっぽいですね。うん、5レースも、うん、ありそう。2,1 頭ね。うん、あ、今日でも結構面白いんじゃないですか。外枠が456の3着付けね、結構面白そうですね。本当に楽しみですね。ありがとうございます。ですけど、ちょっと岸和田はね、チャレンジと 1,2 班の決勝だけちょっとやろうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。それ以外は、なんか面白いレースがあったらね、教えてください。はい、ではそろそろ始まるので切り替えちゃいますね。八島さん、1221の37、12の7の12、松本選手やるしかない、もつれての石田選手ですね。ありがとうございます。いいですね。はい、では見ていきますね。楽しみに行きましょう。いきます。1番は岐阜の北村敦史です。2番大阪中島いつき、3番福島松本正史、4番静岡松永明則、5番は千葉青山幸男、6番宮城島貫貴弘、7番は岩手の石田武彦。以上の7名でこの第3レースチャレンジ選抜競争を争います。 400m 番組4周回、距離は 1625m、 先頭固定競争です。このレースですが、2番の中島いつきの力が図抜けているでしょうか。そしてその目標、絶好の目標を手にしたのは1番の北村敦史です。この中部近畿勢、1番2番2番1番、この折り返し2車単、10倍を切る人気を集めていました。この中部近畿に発送いたします。目標のない福島、3番の松本、この辺りがどう立ち向かっていくのかというところです。各選手前傾姿勢、号砲が鳴りました。第3レースチャレンジ選抜競争のスタートです。まずは1番の北村敦史が誘導を追っていきます。続いて7番の石田武彦、4番の松永明則、5番の青山幸男、車間が空きました2番の中島いつき、3番の松本正史、これで最高峰が6番の島貫貴弘となっています。レースは1周回目の3コーナーから4コーナーへ、長いライン4車が前受けとなっていく模様です。2番の中島いつきです。初日のレースは突っ張り先行からの押し切り勝利、ただ昨日のレースは添田との先行争いに敗れて6着に終わっています。マークするのは1番岐阜の北村敦史、ここは中島という絶好の目標を手にしました。この岐阜と大阪、中部近畿のワンツーがあるかどうか。その後ろ4番の松永明則、そして5番の青山幸男、静岡千葉の難関の両者が続いていきます。そしてその後ろです、7番の岩手石田武彦は初日と同様短期での競争となりました。そしてその後ろ3番の福島松本正史、そして6番の宮城島貫貴弘、ここは目標のないレースということになります。レースまもなく残り2周となりました。その3番の松本が上昇していきます。2番の中島がここは突っ張りますか。3番の松本が2番手のあたりまで上がっていきます。ただここはどうでしょう、一旦2番の中島車を引きました。3番の松本がこれで先頭に変わります。3番手に2番の中島いつき、
打賞が入ります。これで最高峰短期の7番石田武彦となっています。その石田が内をすくって4番手付近まで来ました。レース間もなく残り1周となるところで2番の中島がペースアップ。これでライン42番の中島、そして1番の北村が前に出ました。3番手の位置、3番の松本正史、ここはなんとか3番手取り切れるかどうか。4番の松永が上がってきました。3番手の外まで上がってきた。最終バックを通過しまして3コーナーから2センターへと向かっていきます。2番の中島がペースでかける1番の北村とのワンツーなるか。4コーナーから直線に戻ってきた2番の中島が先頭、1番の北村と最後はワンツーフィニッシュか。第3レース A 級のチャレンジ選抜競争です。ここは力を見せた2番の中島樹。ただゴール前1番の北村とのワンツーフィニッシュとなったんですが、かなりの接戦でした。第3レースは A 級のチャレンジ選抜競争、2番の中島の力がここは勝ったでしょうか。1番の北村とこの2人でのワンツーが決まったようには見えます。このレースですが異常なし、このレースは異常なしの判定です。それではリプレイで振り返ります。2番の中島の先行、1番の北村もしっかりと続いて、そしてゴール前ですがかなり際どい接戦となりました。スーパースローの映像です。2番の中島か1番の北村か、わずかに2番の中島体勢有利でしょうか。続いて1番北村淳、そして3着5番の青山幸男といったところでしょうか。正式な決定は審判からの放送をお待ちください。第3レースでした。第3レースご覧いただきました。人気の2人でした。そうですね、まあ人気の2人でしたけど、後方から伸びてきた青山、いい伸びでした ね、 ね、うん、もう一走してほしいぐらいです。はい、番組内は4レースの選手紹介、4レースは A 級特一般戦となります。1番の梅田選手が先行一者の形になりますね。決定1着2番、2着1番、3着5番、なお1着は写真を参考に判定しました。平塚競輪3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番2番130円、シャバン連勝単式2番1番230円、3連勝複式1番2番5番630円、3連勝単式2番1番5番1290円、ワイド1番2番110円、2番5番360円、1番5番430円、以上でございます。それでは改め3レース決定です。1着はい、今ね、3レース見ていただきました。まあ、中島選手ね、まあ、松本選手がまあしっかり抑えに来たから引いたってところありますよね。まあ、後ろもね難関ですしね。まあでも引くパターンだと青山選手の3着は買いづらいんだよね。ちょっとねやっちゃいましたね。引くんであれば2-1なんだけどね。その場合4号が裁かれるという予想で3にしちゃったっすけどね。いやでも青山選手良かったっすね、連日。ちょっとここは、まあ準決がね、まあ5着でしたけど、初日もめっちゃ伸びてたし、今日も伸びてたんで。次節ちょっと狙いたいですね。次節以降も狙いたいですね。また4番手とかでも全然突っ込んでくる可能性あるんで。初日も箱さん食らわしますもんね。食らわれたんじゃなくて食らわしますもんね。で確か40倍ぐらいの配当つけてるんで、ちょっとね楽しみですね。当たった方おめでとうございます。はい、では次いきますね。
4レースこっから 1,2 半ですね。ちょっとやっていきますね。で4レースが45分が締め切り、あと7分ぐらいですね。ここに関しては梅田選手がまあ先行一社ですね。ここ逆に負けちゃダメな番組だとは思うんですけど、まあ、1346の25で、ここが兵庫の2人がね分かれたっすけどね、まあ、何かするのか、まあ、2人並んでもしょうがないよねっていう話し合いがあったらしいんで、まあ、ここが分かれるんであれば、ちょっと番手の狙いもあるのかなとは思いつつも、まあ、何もなく5、6番手で終えるんであれば、まあ、それはそれでしょうがないのかなってところですかね。まあ、桜川選手のとこ、まあ、外並走、前行きはもう1346だから、まあ、スタートは取れないですよね、25はね。もう初手から狙いに行くか。思い切ってのかわしを狙ってみるか。まあ、普通に考えれば押し切りですよね、これね。1-3ですよね。でも、ね、やっぱりなんかさっきの中島選手みたいな、なんだろう、安心感というかはないですよね。かわしの3-1から入るか、もう番手さばきでもつれを狙うかですね。佐藤選手が今日からの補充なんで、まあ、どれぐらい練習ができてるかが、23だから23、24、25でしょう。で、今日が31。1週間ぐらい空いてるんか。じゃ休めて練習もできてるって感じですかね。そうすると、まあ、単独でさばきに行くんであれば、まあ、3の桜川選手のとこが危ない。逆に4番でさばきに行くとかもありそうだけどね。まあ先行医者は黙って買えなんだけど、まあ疑って買えですかね。31の46までかな。働きささっきのデメ的中ですね。おめでとうございます。高政さんが34の346、346ですね。ありがとうございます。もうここはもうズブズブズブですね。ありがとうございます。どう戦うかでね、25がね、まあ、でも基本はかわしですよね。まあ、ここは桜川選手のかわしから31の4、センサー選手がどのタイミングで縦踏めるかなんだよね。6は買いたいですね。柳沢選手よりは、でも自分は柏村選手かな。4、6、5。ちなみに2だとどれぐらいつくん？あ、2につくんだね。じゃあいいや。31、ごめんなさい。31の前なんですけど、これちょっといきます。あとは、番手さばきがあった場合、切り替えが、まあ、2、5どっちがいいかなんだよね。5がもつれさせて、とりあえずちょっと31の465に、31の前かはちょっと買っちゃいますね。普通は押し切りなんですけどね、ここはちょっとかわしでいきます。4.8 から40.0 ですね。番手がもつれる。そうするとさばきに行く、1-2-1-5とかだけでいいかな。1-2-1-5だけにします。
じゃあ合計6点で勝っていきます。いちごは社服のがつくんだね。じゃあ社服のままでいこうかな。1の4は元返し、6の縦足、そうですね、そっちがいいですね。はい、じゃあ目としてはラインすんなりで最後かわしの3-1、あとは1から2号は兵庫とどっちか、動くとしたら5っぽいですけどね。まあ、かき乱した時の1-2と1-5ですね。そこだけちょっと押さえてみてます。と、千葉さんが本命が3-1-1-3の4-6-2-5の順ですね。ありがとうございます。チロルさんが1から2-5の3、2-5の1の3ですね。ありがとうございます。まあ、ここもまくり上げちゃうっていうパターンですかね。ありがとうございます。トモヤさん、おお、3から1-2、1-2-5ですね。ありがとうございます。桜川選手から梅田選手はかわされつつ短期の2人が突っ込んでくるパターンですね。めっちゃいいっすね。ありがとうございます。なんか平塚初日からなんだろう、4番手からとか3番手から結構伸びてますよね。昨日もそうですけど、やっぱりちょっと違和感あるところは4番手からでも狙った方がいいですよね。いやちょっと悔しいね。なんか裏目だのちょっと変な目が続いてるんで、ちょっと取りたいですね1本ね。
写真判定のちょっと見ていいですか。うん、刺さってなかったですね、うん、チロルさんは昨日の最初と撮ったんですね。おめでとうございます。いいですね、今日もね、期待してます。ありがとうございます。と千葉さんは1343141ですね。ありがとうございます。はい、ではですね、4レースが始まるので見ていきますね。ちょっとここから 1,2 半なんで流れ変えたいですね。では見ていきます。そうですね、どうしていくかっていう感じですね。それでは第4レース、まもなく発走となります。はい、行きましょう。勝った方当たりますように。いってらっしゃい。です。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川梅田和也、2番兵庫柳沢達也、3番千葉桜川雅彦、4番千葉須藤優太、5番兵庫柏村新平、6番青森千沢大輔、以上のメンバーによる対戦です。第4レースは6車立てとなっています。バンク内は無風状態です。風向計はほとんど現在は動いておりません。気温が20度のコンディションです。一番車梅田和也、このレース先行一車の形となりました。落ち着いてマイペースに持ち込んでいきたいところです。本命に押されました梅田和也です。発走準備整いました。6名です。発走いたします。前傾線に移ります。体勢完了しました。後方になりました。第4レース A 級特一般競争スタートです。1番梅田和也前を取ります。続いて3番桜川雅彦、2番が柳沢達也、6番千沢大輔、5番が柏村新平、1番後ろが4番須藤優太、補充で入っています。4番須藤優太です。バックストレッチから3コーナー、先頭1番地元の梅田和也です。予選はカバンから動いて先行しました。昨日の一般競争は荻原俊嗣に突っ張られてまくり合ったんですが不発でした。マークは3番千葉の桜川雅彦、予選でこの梅田のラインの3番手でしたが今日は番手です。2周回目に入ります。4番千葉須藤優太が難関勢3番手、1番3番4番です。難関勢の4番手に6番青森千沢大輔、難関勢を追走です。そして兵庫の2人はそれぞれ短期でやるようです。6番手、いや5番手が2番柳沢達也、6番手に5番の柏村新平です。この2人がどうするのか。2番柳沢達也が上がっていく形で2センターです。2周回目の4コーナー、柳沢達也に5番の柏村新平も乗っていきます。4コーナーを回ってホームストレッチ、2番車柳沢達也、ここは1番梅田和也の後ろを狙うようです。赤番を通過1コーナーです。1番車梅田和也先頭です。まだ誘導員の後ろにつけています。2番手並走です。2コーナーからバックストレッチ、一旦ペース上げて1番車梅田和也、ここで2番の柳沢達也、5番の柏村新平、兵庫の2人が下がりました。ジャンが鳴っています。2センターです。一旦ペースダウンが1番梅田和也、後ろの動きを見ながら4コーナー回ってまだ踏みません。1番梅田和也流しています。残り1周を切って1コーナーです。
1コーナーあたりから踏み上げる1番梅田和也がペースを上げていきます。2コーナー2番手3番の桜川雅彦、3番手4番須藤優太、難関勢です。兵庫の2人は後方のまま200メートル切っての第3コーナーです。1番梅田和也がぐんと踏み込んでマーク3番の桜川雅彦やや車間を切る。4コーナー丸1番の梅田和也踏み直す踏み直す梅田和也、3番の桜川雅彦が抜きました。4レース A級特区一般競争、桜川雅彦が梅田和也を捉えています。3番1番4番難関勢上位独占です。このレースは異常なしです。リプレイをご覧ください。梅田和也の先行、マーク3番桜川雅彦追い込んでいます。スーパースローをご覧ください。3番1番です。3着4番の須藤優太、正式決定までお待ちください。4レースの模様でした。第4レースをご覧いただきました。特一般戦、ここは2番手の桜川選手が最後は前を追い込むというところでした、はいはい、梅田選手の先行どうでしたか。まあ普通だと思います。ただ2番の柳沢があそこまで行ってたならとことん行くべきですよね。なんかスッと引いてしまってまくりに構えたので、うん、はい、そしたらもう行く必要なかったですよね。あ、なるほど、うん、はい、さあ続いてバンク内5レースの選手紹介です。決定1着3番2着1番3着4番平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番3番120円、シャバン連勝単式3番1番290円、3連勝複式1番3番4番150円、3連勝単式3番1番4番390円、ワイド1番3番100円、3番4番140円、1番4番130円、以上でございます。4レース決定です。1着3番、2着1番、3着4番で決まりました。払い戻し金2車単、3番1番290円、3連単3番1番4番390円。はい、今ね、4レース見ていただきました。梅田選手ね、まあ、先行から、まあ、本来押し切んなきゃいけないんですけどね、まあ桜川選手のかわし目でしたね。まあ千田選手がね、まあ、カラーコメント出してるからもう少し早めに縦踏んでくれると6っていう面も面白かったのかなと思うんですけどね、しょうがないですね。温かだ、おめでとうございます。はい、じゃあちょっと次いきますね。5レースやっていきます。いや、 3.9 倍だったんですね、着地が。マジか。うん、じゃあちょっとこれでいい。はい、じゃあ次いきますね。5レースが22時5分が締め切りで、ここが146325、あ、416325ですね。ここはね、亀井選手自分でやらない離島選手と連携になりましたね。63、まあ難関が3社だからって感じですからね。で、柳井選手がくっついて25の中金は別線ですね。まあここスタートどっちが取るかっすけどね。これ中野選手取るんじゃないかなと見てるっすけど。で、ちょっと中野選手今節どうなんすかね。なんか初日も昨日もよ昨日全くよくわかんない走りしてませんでした。車間切って追いつけないっていうちょっと、ま、マジないわと思って見てましたけど、うん、昨日車検何買ったんだっけ。多分井上選手から買ってるんですよね。あ、そ、うん、中野選手の革締めを買ったっすけど全然ダメ井上選手買ってるっすけどね、昨日ね、うん、まあしっかりついてれば買わせたんじゃないかなっていうところでしたけど、まああとは初日もね、まあ、追い上げマークみたいなまくりで、なんだろう、
なんかあまり見れてない感じはするっすけど、逆にこれ前受けするんであれば、ちょっとさばき系も面白いんじゃないかなとは見てるっすけどね。まあ、254163の初手からであれば、まあ一番強い亀井選手のとこ潰しに行くパターンですかね。まあすんなりかけるんであればもう14のかわしとかそっちになりそうだけど、ねえ、どう見るか。ちょっと買いたい目は、もう254163から、あ、ちょっとごめんなさい、254163から254163から、もうここはもうスタート通るっていう前提で、まあ行く、まあ地元ライン、まあ最近あんま関係ないですよね、行っちゃうかなというところで、まあそうするんであればもうここさばいての、もうさばくっていうところで行こうかなと思うんですけどね。まあ、4224かな。あとはもう前受けするんであれば、もう叩けないでまくりに構える展開。まあ、そうすると、まあ結構行くんであれば、まあ、もう早めに盤幕で出ちゃう可能性もありますよね、場合によってはね。まあ、16。まあ、14で買うんであれば、143は買いたいですけどね。空コメントでね、空でね。あとはまくりに構えるんであれば、1が抜け出して2が行くか。いや、でもちょっとね、2人とも微妙っすよね。今節は。まあでもちょっとね、狙い続けるってとこでは、まあ初手2が前受けしての番手さばき。そこだけちょっと買おうかなと思います。4224の53ですね。と、あとはすんなりかけた場合どうすかね。お、愛知馬さん425のボックスか、ありがとうございます。どうしようか。でもすんなり、まあ、25が取り切るってとこでいいかね。まあ、41、もう自力自在って出してないんで、もう前でやるなんで、もう自分はもうさばきを考えたんですけどね。まあ飛びつかれないように警戒して41がドーンとこうかますような展開だとすると、3番手4番手は危ない。でもこの中野選手の感じだと416ぐらいまでできちゃえば16、かな。あー、4自力じゃなくて先行、あ、そうそう、なんかそこもちょっとね違和感はあったっすけどね。もう飛びつかせに行くって飛びついてくださいってことですかね。いやー、ちょっとね、そこもだいぶ違和感ありましたけど、ちなみに、いや、そっか、そうすると、すんなりなら1から4616かな。まあ、でも初見がもう中野選手がもうスタート取るよっていうところで、もう4224の53が初っ端出てきたんで、ちょっとこれは先にちょっと買っちゃいます。これも番組見た時点でもう面白いかなと思ってたんで、まあ、これちょっと2枚ずつと、あと1から46、いや、いいかな。
これだけでいきます。まあ、これでスタート取らないっていうパターンでね。はい、1番さん、竹川選手の3着だけ押さえてみます。ありがとうございます。地元に行くのかどうかもあるし、あ、でも前もなんかスタート取るだろうと思ったら全然取る気もなくて、何だったっけかな、あったっすよね。うん、そこだけかな、そこがちょっと、うん、やだな。16だけ買おうかな。16の一番さん、1から346の5と425のボックスですね。ありがとうございます。ともやさんが1331の456荒れるに行きたいですね。ありがとうございます。どのタイミングで縦踏むかっすよね。難関からだからね。さっきのセンサー選手ぐらいの遅い踏み出しだともうダメだけど、もう416がしっかりかけて25がもう繊維喪失してればめっちゃ面白いですね。3で車間切ってね。いいですね。ありがとうございます。チロルさんが2から15の145ですね。ありがとうございます。ここは同じ感じ飛びついてほしいな。2から15だとまくり展開もいけそうなのか。一応もね、ありがとうございます。まあ、まくり自力勝負になっちゃうとね、やっぱ1の方が強いですよね。本来ね、前でやってもおかしくないぐらいな力関係ですけどね。いやー、でもこれバシッとさばかれてバシッとはまったらめっちゃ気持ちいいですよね、これね。で25とかになっちゃってへこむっていうね。あいちまさん、あんまり期待してない方が良さそうね。外れ覚悟で、うん、暇だし。ありがとうございます。そうなんですよ。結構なんだろう、このスタート回数はまぎね、前取れば面白くなるんじゃないのっていう番組でも取らなかったりするときあるからね。結構ありますね。関根選手と中野選手だね。2人がよくありますね。確かに先行です。ちょっとコメント見てみますね。先行です。なんだっけ。もちろんね、飛びつかせに行くっていうことはね、いかないからね。まあでも、あ、飛びつかれちゃった。いいや。でペースを緩める場合はありますからね。
と話した結果僕が先行でどうなるんだろう。うん、この追加の1から346の5良さそうですね。流れ込みでね、まあ、できれば425が多分同じだと思うんで、そこのベースが同じなんで一緒に当てたいですね。うまいこといくと300枚回収、まあ245の方がいいのか。まあ、3がさら足になるんで、245。まあ、ちょっと1がね、ドッキングしちゃうパターンが一番嫌だけど、まあ、245、254でも、100。40から170か回収できるんで、そっちでいいですね。はい、じゃあちょっと所定25がちょっと前受けしないと何もないんですけど、ちょっと見ていきますね。楽しんでいきましょう。いきます。よろしくお願いします。では間もなくレース発走となります。勝った方当たりますように。はい、いってらっしゃい。はゆき2番和歌山中野明人、3番群馬柳井義和、4番地元神奈川伊藤翼、5番愛知滝川秀次、6番地元ホームバンク柴田健。以上のメンバーによる対戦です。第5レースは6車立てとなっています。難関勢は3人です。その先頭がこの人、4番伊藤翼。連日マークの競争だったんですが、今日はラインの先頭です。先行勝負でいきますか。マークは1番車亀井彩希、この人が本命に押されました。2日間縦の足を出していますが、今日はマークです。亀井彩希です。その隣2番中野明人がどう出るんでしょうか。グリッパンの締め付けようやく終わって状態を起こした亀井彩希です。発送いたします。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第5レース A 級特一般競争スタートです。まずは3番柳井義和が上がりました。そして4番が伊藤翼、インコース1番亀井彩希、2番が中野明人、6番柴田健、最後尾5番滝川秀次です。2コーナーからバックストレッチ、先頭3番群馬柳井義和ですが、ここは難関勢を迎え入れます。先頭は4番地元伊藤翼です。レインスマークの競争でしたが、今日は自力勝負。4番伊藤翼、マーク1番千葉の亀井彩希です。その後ろが6番ホームの柴田健、3日間3番手の競争、6番ホームの柴田健です。4番1番6番難関ライン、2周回目の1コーナー、難関勢の後ろ4番手に3番群馬柳井義和です。2番和歌山中野明人は現在5番手です。怪我から復帰してからまだ干潮ではない感じのこの2日間の動き、2番中野明人、今日は目標なくどうするんでしょうか。5番愛知滝川ですが前を任せました。2番5番中部近畿コンビです。2周回目の2センターから第4コーナーを回ります。ここで2番の中野明人動きます。5番の滝川秀次を連れて2番5番中部近畿の2人が上昇。先頭4番伊藤翼、赤番通過でいった。
ターン突っ張る4番の伊藤翼、2番中野明人が2番手の外にいます。1番上井彩希との並走です。中野明人が番手を狙います。2コーナーからバックストレッチ流す4番伊藤翼、その後ろは並走です。インコース1番6番南関勢、アウトコースと2番5番中部近畿勢です。ジャンが鳴っています。1番後ろは3番柳義和、4コーナーを待っていく。まだ4番伊藤翼後ろの動きを見ながら徐々に踏んでいく体勢です。2番手は並走が続いています。2番中野明人まだ外で踏ん張っています。残り1周を切っての1コーナー、番手争いは1番上井彩希が取りました。2番車中野明人、今度は3番手を狙うもここは交代です。2コーナーからバックストレッチ、4番伊藤翼先頭マーク、1番の上井彩希、3番手に6番の柴田健南関勢3車、そして3番柳義和が4番手。4コーナーを待って4番の伊藤翼先頭抜きに行く1番の上井彩希です。4番伊藤翼踏み直していますが上井最近が捉えました。第5レースの A 級特一般競争、番手争いしのいだ1番上井彩希、逃げる4番伊藤翼を抜いています。1番4番3番あたり、このレースは異常なしです。それでは5レースリプレイをご覧ください。伊藤翼が先行、番手争いとなりましたが上井彩希が番手しのいで逃げる4番伊藤翼を抜いています。スーパースローをご覧ください。1番4番です。3着外から3番柳井義和が伸びています。1番4番3番、正式決定までお待ちください。5レースの模様でした。第5レース特一般戦もご覧いただきました。ね、番手かなりもつれましたね。うん、そうですよね。ただやっぱり中野もね、行くところは行ったっていうところにしては作りましたよね、うん、はい。ただやっぱり外っていうのも、ね、うん、やっぱり亀井が内からだったらやっぱりダッシュがありますからね、うん、はい。決定、1着1番、2着4番、3着3番。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番200円、シャバン連勝単式1番4番280円、3連勝複式1番3番4番1070円、3連勝単式1番4番3番1440円、ワイド1番4番150円、1番3番350円、3番4番550円。以上でございます。第5レースの決定です。はい、今ね5レース見ていただきました。もうちょっとね、まあ、外競り行くんであれば所定スタートね早いんだからスタート取り行っちゃってよかったと思うんですけどね、もう全く取り行けなかったじゃないですか。なんだろうね、外競りの方が弱いのは分かってると思いますもちろん。所定前避けしちゃってね飛びついちゃえばよかっただけだもんね。まあそうすれば伊藤選手流すし、そうすれば 4-2-2-4 バッチリでしたけどね。いやね、当たった方ね、おめでとうございます。まあ、ここは柳井選手が突っ込んできて、ちょっと配当が上がった感じですね。おめでとうございます。まあでも、つきますよね、一音さんね。さっきも4番手から突っ込んできてるからね。やっぱり3番手というよりも、4番手からの突っ込みは、抑えとかないとダメですね。はい、じゃあちょっと次いきますね。トメヤさん予想したやつじゃない、まあ、予想したやつとあれじゃないですかね、思いついた目はたらればにならないように買うとかですかね。自分もこれ1436事前予想では組んでましたけど、ちょっとやめちゃったっすけどね、安すぎたんで。143思った以上についてたんでちょっともったいないことしちゃいましたけど、いや、まあ、追加にするか、まあ、決めてた目は買わないのはやめた方がいいかもしれないですね。まあどうしてもなんだろう、この展開にならないよっていうのであれば切ってもいいと思うんですけど、やっぱそうだったじゃんっていうのが一番
嫌ですね。うん、はい、でそんなこんなで次の6レースが結構割れそうかなと思ったらめっちゃ割れてますね。うん、まあ細切れでどっちから狙うか、今井選手はまあ自在ですよね、まあ、短期で出てるけど、まあ、バックはつけない、まあ、切れ目、まあ、シャバンもいいんでね、うん、まあ、中段中段からのまくりになりそうで、荻原選手がかけるのか大沼選手がかけるのか、はたまた競り選手が行くのか、うーん、まあ、後ろ、まあ、竹内選手背負ってるってとこだと、まあ、荻原選手が行っても良さそうな気もするし、まあ、静岡の、まあ、地元連れてるってとこでは大沼選手が初日みたいにねしっかりかけると面白いかなっていうのもありますしね。初日良かったですよね。これね、ねこれ2頭は持ってたんだけど、2号は持ってたのかな、2、6だけ買えなかったですけどね。なんでここのパターンもありそう、うん、まあ、今井選手がいずれにしても切れ目切れ目から、まあ、どっちのラインが主導権でも入ってはきそうですけどね、うん、まあ、6がかけた場合の2のかわしと、あと7がかけた場合の3のかわしだけはちょっと抑えたいですかね。忘れた頃のセリ選手どうかな、これは、うん、でも初見はちょっともう2でしたね、まあ、2頭が初見で出てきましたけどね。25倍から、まあ、6点か、うん、あと37の125ていうか、でもこんだけ割れてるからいっか、ちょっとさっきみたいにちょっと買わないのはなしで、2から613、37の125ですね。あとは4号の扱いをどうするかだけ、うん、正直もうどっからでも買えると思うんですよね。もう力信じるんだれば1,2 なんたらとかでもいいと思うんですけどね。6がかけての2の抜け出し、1のまくり上げとかね。でも今井選手は、うん、自分はあんまり相性良くないんで、自分はここはもう2の柴田選手のかわしから 6,1,3。 初日も良かったですもんね、動きね、うん、なんでここは抜け出すよっていうところで2から 1,6,3、25倍から92倍ですね、うん、2から136切ってきて、競り選手の3着ぐらいまでは必要かな。6245で回ってる可能性もあるからね、うん、6134にします、うん、25から132ですね。あと37の125、意外とまあここ自力2人なんで、まあ、すんなりかけられるんであれば面白いかなってところですかね。37の125が35から171倍ですね。ちょっとチャージキャンペーンが入る可能性があるから、ちょっとまだチャージ控えめにしてたらちょっと負け始めちゃってるんで、ちょっと待ってくださいね。
じゃあちょっとこれでいきます。合計1、2、3、9、12点か。これで買っていきます。愛知マさんありがとうございます。73北海道だと62地元ついたラインが主導権かしら。736214から展開有利の32のツッコミ1のツッコミでなんだかんだの猪木123のボックスですね。ありがとうございます。7かけて3抜け出す6風圧で初日のね、あのうまさだと2抜け出して1か。123でもなんだかんだつくんじゃないですか。21倍からですもんね。楽しみですね。ありがとうございます。と高政さんが73の12、荻原選手の押し切りですね。まくり展開かな。6がかけてる展開ですかね、7312。ありがとうございます。それだと自分裏目になっちゃう裏目になっちゃうんだけど、73押し切りはつけますもんね。楽しみですね。ありがとうございます。チーロルさんが13の2626。ありがとうございます。ここで満車券来るかですね。13の26ない一緒に当たることはなさそうなんですけど、楽しみですね。ありがとうございます。まあ理想は1が後方だよね。後方6番手あ5番手あたりにいると、まあ、自力のラインが入っちゃうとねきつい気がするけどね。普通に考えればまくり1頭なんだけどね。でもまあ点数落としてきてるんで、まあ、そんなに信頼はしてないですけどね。ともやさんがおお来ますね。157-157-234って思ってたけど逆に234-157-157でいきます。予想の反対そうっすね。確かに予想の反対っすねそれね。どうなるか。まあでも2の頭も3の頭もあるし4の頭も十分ですよね。157よりは可能性ありそうですね。楽しみですね。ありがとうございます。確かに7の荻原選手は中段キープしてからの先まくりをよく見る。6に行かせて6に行かせてそうすると6-2-7-3-1-4-5みたいな展開でバックになるともう6が、橋場さん6-2-1-7-3-4-5で切ってなのか6突っ張るか。突っ張りから7-3が叩くのか。あ、そうっすよね。そこもまくりに構える可能性があるし、ちょっとこここの6レースはすげえあるっすけどね。初手は順番6-2-1-7-3-4-5っすね。あ、同じだね。同じっすね。ウィンチケットが731-6245、本放送も736-2145っすね。どうなるか。てか多分この本放送とかはなんか共通のあるんですかね。スタート回数だけで見ると2が取りそうですけどね。まあ、4号が下ろして
ってきて、あでも4号が確かに7三に突っ張ら、うん、6輪に突っ張られるのを嫌ったとすると動かない。いやでもそこはないか。いやどっからでも狙えますからね。2からだと満ちゃん満車券の可能性があるかなぐらいですかね、うん、まあ6が引き切ってのかましでもいいし、まあ、先行主導権であれば別戦になりそうですけどね、うん、まあ、でも初日のあの動き見ると26は十分面白いかなと思いますけどね。ちょっと初手がどっちになるかですね、うん、では見ていきます。私は部屋にテレビなかったんで、お憧れましたね。確かにテレビデオって言うんですよ。テレビデオ、うん、イヤホンやめさすの、うちの子供やめなさいって言っても聞きませんと。あ難しいですね。確かに、うん、スピーカーとかで聞いた方がいいんかもしれないね、うんうん、ではレース間もなく発走です。買った方当たりますように。いってらっしゃい。北海道竹内優也。4番志賀セリヒロキ、5番三重高谷慎太郎、6番静岡大沼貴之、7番北海道荻原俊嗣。以上のメンバーによる対戦です。ホームの柴田浩一郎は今日は大沼貴之マークの競争です。柴田浩一郎、予選は気迫あふれる走りでした。準決勝あと一歩の3着でした。発走いたします。大沼貴之と荻原俊嗣両先行タイプ、2人とも2日間しっかりと持ち味を出しています。号砲になりました。第6レース A 級特選競争スタートです。5番高谷慎太郎が上がりまして、続いて3番竹内優也、1番が今井聡、4番セリヒロキが外から上がって、2番柴田浩一郎、7番荻原俊嗣、一番後ろは6番大沼貴之です。バックストレッチから第3コーナーです。前段は中部近畿勢、前に4番滋賀のセリヒロキが入りまして、準決勝は増田俊明の先まくりを追いかけるような形でしたが、ブロックにあって止まっています。マーク5番車三重の高谷慎太郎、4番5番中部近畿勢、3番手から7番北海道荻原俊嗣。昨日の一般競争今井聡の援護を受けて最後までしっかりと踏み切って逃げ切りました。荻原俊嗣マークは3番、同じく北海道竹内優也、初連携北海道の2人、7番3番1番車東京今井聡は5番手で短期です。2日間スタートを取っていましたが、今日は前を取らず短期で5番手、1番今井聡本命に押されています。6番静岡大沼貴之、6番手動きます。平塚後輩とメーカー大沼貴之、この2日間もしっかりと後輩と演出しています。マーク2番車柴田浩一郎、6番2番難関勢が上がっていきます。今赤番を通過して打掌周回1コーナー、4番セリヒロキは引きました。難関勢前に出て、今度は7番車荻原俊嗣が行きます。北海道勢7番3番に1番の今井聡が乗って3番手、これで6番の大沼貴之は下がって4番手です。4番セリヒロキが6番手、ジャンが鳴っています。2センターから第4コーナー、7番の荻原俊嗣がぐんぐんとペースを上げています。車間を切る3番竹内優也、残り1周を切っての1コーナーです。3番手1番の今井聡、4番手6番の大沼貴之、5番手2番の柴田浩一郎、中部近畿線が後方のまま2コーナーからバックストレッチで1番の今井聡がまくります。今井聡のまくり、北海道勢をまくり切ります。2センターです。3番下竹内優也が2番手、そして6番の大沼貴之が2番手に上がってきた。1番の今井聡先頭です。6番の大沼貴之が追いかけて1番6番です。1番6番2番あたり6レース A 級特選競争
短期今井聡、北海道勢追走3番手からまくりました。リプレイをご覧ください。このレースは異常なしです。今井聡のまくり勝ち、6番の大沼貴之が追いかけての2着、3着2番柴田浩一郎です。スーパースローをご覧ください。1番、6番、そして2番の柴田浩一郎です。この後の正式決定までお待ちください。6レースの模様でした。第6レース A 級の特選競争です。今井選手のまくりが出ましたけど、うん、ですよね。久しぶりになってやっぱり今井らしいレースをしましたね。荻原選手の番手の竹内選手、はい、あれはどうだったんですか。あのね、やっぱりあの先行選手っていうのはあまりこう誰も来ないのに番手枠したくないですよね。決定1着1番2着6番3着2番平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番6番3110円シャバン連勝単式1番6番4360円3連勝複式1番2番6番730円3連勝単式1番6番2番6060円ワイド1番6番710円1番2番220円2番6番340円以上でございます。6レース決定です。1着、はい、今ね、6レース見ていただきました。ちょっとね、縦目というか縦目か食らっちゃいましたね。まあ1の軸で一行したとしても162はちょっと自分は買いづらいですね。12から63とか買うですけどね。いや、ちょっと初手からちょっと違ったのと、逆にセリ選手は前受けして何がしたかったんだろうっていうのありますけどね。そこもちょっとよくわかんないんで車検から外しましたけどね。暖かたね、おめでとうございます。いい配当でしたね。はい、じゃあちょっと切り替えて次いきますね。7レース締め切りが22時45分で発走が50分ですね。岸和田がそろそろ絡んでくるのかな。ちょっと絡んできますね。ちょっと岸和田買われる方はね、ぜひね、買い目も教えてください。平塚の方は、ここが何買おうと思ってたっけ。あ、ここも井上修選手からですね。そこから入ります。3146257の書店になるんですけど、ここが切って切ってで3がそのまままくりに構えそうですね。で6257314の展開から、6がそのままかける展開ですね。まあ、基本は26になるのかな。ボッシュ選手まくっちゃう可能性も十分あるんですけど、2日間見る感じだとね。でもちょっとこれあんまり構えすぎると微妙かな、かなとちょっと見てます。なんで、まあ6257でかけると不発までありそう。逆にあとは阿久津選手がそれだと中断になるから、そこも面白いですけどね。57が切って6762が切り替えるみたいな展開だといいんだけどね。なんで、まあ6の主導権からまあ押し切りまでありだよっていうところで、2662の513ですね。ちょっと買ってみようかなと思います。あとは阿久津選手の抜け出しが先まくりが面白いかな。だから先まくりっていうよりは
57でかけてもらった方がいいんだけどね。まあ、車番的には、うん、後ろ攻めになりそうなんで、ちょっとワンチャンきついですかね。うん、6226の513、あと5から723ですね。ちょっと本来ね、一番買わなきゃいけない選手なんですけど、まあちょっと微妙っすね。うん、あんまり買いたい感じはしない。成績見てもそうだし、うん、まあ、展開はね、向くんで、一応買うっすけどね。うん、あ、でもそうすると51。高一いいね、うん、ここまでにします。62の折り返し513、あと5から7231ですね。2662の135。ああでもそんなもんなんだ。かわしがあるからか。かわしだと30倍から120倍ですね。と、あと2ターンで、阿久津選手がかけないでほしいですよね。これ中段からのまくり、順繰りでね、なってほしいですけど。まあ、かけちゃうとかわされちゃうかな。てか、なんか2車服、かわされても、っていう目が結構あるな、うん、ちょっとまあ20から31倍ちょっと下がるんですけど、ちょっとごめんなさい、車幅でいきます。うん、いや、ちょっとこれでいきます。なんかあんまりあんまりなんだろうな、微妙だなと思ってる番組もちょっとちょこちょこ買っちゃってるから、うん、ちょっと一本仕留めたいですね、ここでね。まあ、26、まあ、2日間の感じ見ると、うん、この2人は、うん、悪くはないかな。阿久津選手の初日のね、粘り腰が、うん、結構いいですけどね。うん、あいちまさん、あ、めっちゃ買いづらいですよね、これね。ちょっと配信だからちょっと考えたんですけど、なかなか、ワイルドなメンバーですね、うん。逃げる阿久津選手になり、あ、そうですね。切ってか、切って切り替えてが理想ですね。で、5762314。で、62の先まくりか、逆にまあ切ってで、かけちゃってもらっても、まあ、最悪はいいかなと思うんですけどね。まあ、314をお互い、ね、57も62も警戒するでしょうから、そこを後方にうまくやれるんだれば、不発。まあ、5762で一気に緩んでれば314がかますパターンもありそうだけど、まあ、そういうタイプじゃないですもんね、ボーシュー選手はね。なんか、まだ点数が違和感はめっちゃありますね。まだなんか阿久津選手の方が強いイメージはあるけど、ですね、うん、あ、で岸和田が、チャレンジの決勝か、そこだけちょっと面白そうな買い目だけ買ってみようかなと思います。岸和田がそんなにがっつりレース映像全部振り返ってっていうのができてないんで、そこまででもないんですけど、ここ高本選手が前受け1743256から3256が、あ、ごめんなさい、逆だ、3256の174で1は突っ張られて、あ、3が突っ張って1は突っ張られて無理して叩かない、後ろが立ち区だからってところで引いて3254の主導権で174のまくりですね。で、3が仕事して、あ、2が仕事して抜け出す。2から135。と、あとは、あ、なんだ、まくっちゃうんじゃんっていう、1、2の35で行きます。
1輪の3がもしかしたらちょっと安いかもしれないですけどね。あー1輪3めっちゃ安いじゃん。ちょっと待って、1輪3安いね。そうだよね。あでもそこ乗り越える頃にはあでも1輪5も安いね。あそうなんだ。あそうなんだ。そうすると岸和田だよね。ちょっと待ってくださいね。逆にでもこれしっかり主導権取るんであれば浦山選手が離れるってことは多分ないと思うんですよね。でもここが多分まくりに構えるんで、合わせて出るもう抵抗できないぐらいもう1がドーンって出ちゃってればもう第2選考だから1,2,5、3やめよう、ちょっと元砂選手の2着そこまで行ってみようかな。展開的には1,2,3,5なんですけどね、いやちょっとここまで行ってみます。2から1,3,5、25倍から53倍ですね。あと1から2,5、2番手3番手の抜け出しにまくり上げ 9.6 と87倍、1,2の3はちょっと切ってます。あと1,3にも切ってます。これはちょっと岸和田のチャレンジの決勝ですね。ちょっと買ってみました。はい、では平塚が締め切りましたね。発送の50分までもう少しお待ちください。高政さんが2552の3ですね。ありがとうございます。2552の3、ここが6257でかけてる展開かな。2の抜け出しに5のまくりかな。2552の37、2552の3か。ありがとうございます。チロルさんが6から34123、おお。どういう展開だろう。6の先まくりに3が合わせてくる感じですかね、ってことは57がかけてる展開ですかね。ありがとうございます。トモヤさんが23の123257ですね。23の、おお、やっぱり6が主導権取ってそうですかね。123257、うん、ありがとうございます。であと岸和田が2332の1457ですね。ここは近畿で決まる予想ですね。ありがとうございます。あ、部長さんこんばんは。ありがとうございます。明日の仕込み中にお邪魔します。よろしくお願いします。明日は何があるの。別府と、あ、そうか、大宮か。大宮の2日目ですね。あ、福井もあるじゃん。すごいな。波窓か。本田選手いますね。
あれ、2日選手もいますね。うん。ちょっとなんか面白い感じですね。うん。うんうん、あと、あ、そうか、明日から北鶴選手が復活っすね、4ヶ月ぶりにね。うん。まあ練習はしっかりできたらしいっていうコメントもあったんで、ね、期待したいですね。うん、おすげえ6レースなんかすげえめっちゃ濃い、大宮の6レースすげえ濃いですね、なんかメンバーがいい意味、いい意味で、うん、7、うん、ちょっと今日は全然見れてなかったんで、ちょっとね明日楽しそうなレースはちょっと狙っていきたいですね。うん、部長さんは大宮はやりません、別府と福井のみですね、ありがとうございます。うんうん、いいですね、ありがとうございます。で岸和田が1221の347ですね、ここはもうまっくり上げちゃうパターンですね、ありがとうございます。はい、では始まるので見ていきますね。岸和田があと5分ぐらいで締め切りなんで、買われる方ねお気をつけください。では見ていきます。1番地元ホームバンク荻野悟、2番兵庫市村正樹、3番福島房州テルヤ、4番地元ホームバンク高木隆博、5番東京阿久津博之、6番愛知井上修、7番群馬堀勝正、以上のメンバーによる対戦です。3分戦の第7レース独占競争です。本命はこの人、3番車房州テリアです。初日に強烈なまくりを決めています。対抗する阿久津博之と井上修です。地元の2人は房州テリアとの連携となります。発送いたします。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲なりました。第7レース A 級特選競争スタートです。1番荻野悟と2番市村正樹、この2人が並んで誘導員を追いかけましたが、ここは荻野悟前を取りました。下がって2番市村正樹、3番手6番井上修、3番が房州テリア、4番高木隆博、5番阿久津博之、最後尾7番堀勝正です。第3コーナーです。3番福島房州テリア前に入っていきます。予選は必殺のまくり、準決勝は先行勝負でした。マーク1番荻野悟です。3番1番そして4番高木隆博、3番手を固めて3番1番4番2周回目の1コーナー、6番愛知井上修は4番手から、97期の2冠王、2日目にその片鱗を見せたレースをしました井上修。マーク2番車兵庫市村正樹、6番2番中部近畿コンビ、5番東京阿久津博之が6番手、予選は先行逃げ切り、準決勝も先行勝負でした阿久津博之、マーク7番車群馬堀勝正、5番7番関東勢です。2周回目の4コーナーを待っています。先頭3番房州テリア、ここから動くのは関東ラインです。5番7番この2車が上がっていきます。赤番を通過して1コーナー、3番房州テリアは突っ張るんでしょうか、引きました。関東勢を抑えて2コーナー、今度は6番の井上修が行きました。6番2番中部近畿勢が上がって、向こう上面ジャンが鳴ったところで3番房州テリアが抑えていきます。後ろは1番の荻野悟と4番高木隆博、3番1番4番、第4コーナーを回りました。6番の井上修がここで4番手、5番の阿久津博之は6番手です。残り1周を切っての1コーナーです。房州テリア
先行して2コーナーです。マークは1番の荻野悟、3番手に4番高木貴博、さあここから5番の阿久津博之が仕掛けるもまだ4番手あたり2センターです。4コーナーに向かっていきます。3番の帽子打てるや先頭、後ろは1番の荻野悟、車間を切りながら直線、先頭は3番帽子打てるや、踏み直す帽子打てるやを1番車荻野悟捉えました。7レース A 級特選競争、1番車荻野悟、3番の帽子打てるやを捉えています。3着4番高木貴博、走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。帽子打てるやが押し切りました。いや押し切りません、いや荻野悟が追い込んでいます。失礼しました。スーパースローをご覧ください。荻野悟が追い込んでの1番3番そして4番高木貴博です。1番3番4番です。この後の正式決定までお待ちください。7レースの模様でした。はい、ご覧いただきました。第7レースでした。早かったですね、ボーシュ選手。いやボーシュね、次に繋がるレースしてますよね。はい、もうこれは次もうまくりだと思ってるから、うんうんうん、みんな先行選手はね踏まないバック見ますよね。そこを一気にいったというのは素晴らしいですね。はい、もうこれ次の開催ボーシュ選手ですね、追いかける。はい、はい、決定1着1番2着3番3着4番平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式1番3番170円、シャバン電商単式1番3番420円、3連勝複式1番3番4番490円、3連勝単式1番3番4番1330円、ワイド1番3番160円、1番4番360円、3番4番430円、以上でございます。はい、今ね平塚の7レース見ていただきました。ボッシュ選手かけましたね。ちょっと意外でしたけど、まあでも強かったですね。なんか近況というかここ数ヶ月前ぐらいまでそんなイメージなかったですけどね、なんか今節すげえなんか良くなったというか、感じでしたね。当たった方ね、おめでとうございます。はい、まあ、ここね井上選手中段入ったからね負けれるかなと思ったんですけど、全然動けなかったですね。展開は良かったですけど、はい、当たった方おめでとうございます。はい、じゃあちょっと切り替えて次いきますね。岸和田の方がもう締め切りましたのでちょっとこの後見ていきます。あでもこれ3-1はね不発かと思いましたけどね、いい競争でしたね。はい、じゃあちょっと切り替えて8レース、8レースがチャレンジの決勝かですね、やっていきますね。ここどう狙うかすけど、長谷川選手と久選手、あとは添田選手か。でここが、まあ、2-6が、まあ、地元ってところでちょっと重いですよね。で長谷川選手の方が関東3社でちょっと重いで、中川選手はあれですよね、あごめんなさい、添田選手は中村選手が立ち区なんで、まあ、比較的楽にかけられるのかなっていうところですかね。まあ157-2634から切って切って2がかける展開で1を後方にやっちゃうで2がガンガンかけて3が中段2-6-3-4-1-5-7でバックかなと見てます。なんで、まあ、初手は157-2634か、まあ、26-1-5-7-3-4
どっちかちょっと分かんないですけど、いずれにしてもちょっと2が欠けそうか、あんまり緩んでるであれば1が欠けちゃうかって感じですかね。まあ、いずれにしてもちょっと3に展開が向いてきそう。力関係だとねえ微妙なんですけど、まあ、点数以上にも長谷川選手の方が強いかなと思うんですけど、展開考えると久選手の一発が面白いかなとは思います。なんで自分はちょっと3からちょっと入ってみます。まあ、売れないだろうっていうのもあるんですけどね。ちょっと3から2の主導権からなので6の残りもありですね。あとかけてるんで、まあ、2の残り目3から461、4612と、あとは26、あ、これいっか、26、26馬ですね。3から46123、いや、ちょっと12点にしちゃいます。 3から46124612にします。で、あとは26、これは、ラインのそのまま押し切りですね。これで買います。はい、では岸和田が始まるので見ていきますね。はい、楽しんでいきましょう。いきます。少し荒れております。岸和田競輪場です。迎えたレースは第8レース A 級チャレンジの決勝戦。距離1625メートル、バンク周回4周回、レース形態は先頭固定競争、先頭誘導員は山村亮太選手が務めます。対戦の7選手発走台に勢揃いいたしました。それでは8レースの対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介いたします。1番は神奈川高本和也、2番京都佐野博次、3番は地元大阪中川達秀、4番青森橋本裕二、5番奈良元砂昭人、6番奈良碇智人、7番は東京浦山和英。以上7名での対戦です。いよいよチャレンジの決勝戦です。1番の高本、そして3番の中釜、121期の同期を軸にライン2つに分かれていきそうな一戦です。5号になって8レースのスタート。さあ、うちの3選手飛び出してまいりました。さあ、近畿が前を取りました。2番の佐野博次に3番の中釜です。この2人が飛び出して近畿が前受け、そして3番手に1番の高本、これを見て6番の碇と5番の元砂援軍が上がっていきます。あとは5番手1番の高本で、後方が4番の橋本、しんがりが7番浦山という序盤戦です。先頭1周回目バックから3コーナーに向かうところ、ここは佐野と中釜勢いよく飛び出してまいりまして、近畿が前を取りました。さあ、ラインは4車、近畿勢3番の中釜、この後ろ3人を連れてどうでしょう。ここは果敢な競争となってくるんでしょうか。追っていくのが2番の佐野博次、完全優勝に王手がかかります。ライン3番手を固めていって、5番の元砂に6番の碇、奈良のマーク陣が3、4番手を固めていって、近畿の4車、後方が1番の高本和也。このレース1番人気はこの選手、2場所続けて完全優勝なるかどうか。追走が7番の浦山和英に、4番の橋本裕二は3番手、虎視眈々と勝機を伺います。4対3、ライン大きく2つに分かれた2分戦です。ここは高本も出たんですが、スタート合戦制したのは近畿勢。近畿の4社が前受けを選択、5番手になったのが1番の高本です。さあ、高本がまず動いてまいりました。そして同期中釜はどうするか、残り2周を切るところ。さあ、1番の高本を抑えて中釜車を下げました。前後夫人が入れ替わっています。前段が東日本勢、そして近畿勢は後方です。
3対4ライン大きく2つに分かれた2分線、後ろから抑えた1番の高本が何度も後ろを振り返っています。ここで金が入りました。さあ3番の中釜、現在は4番でじっくり足を溜めて、どのあたりから仕掛けてまいりますでしょうか。さあここは前から徐々に1番の高本ペースアップなんですが、4番手ここでやってまいりました。ホームで一気にかましていく3番の中釜。さあ中釜と高本なんですが、ここで近畿勢が前に変わりましたか。先頭は3番の中釜、そして追走が2番の佐野なんですが、3番手で1番の高本が5番の元綱を張っていって、そこから3番手もう一度縦に踏んでまいりました。気づいたのは2番の佐野博次、佐野がこの高本を止めにかかるんですが、1番の高本のスピードも落ちませんか。4コーナー回ってくる、先頭は3番の中馬、後ろから1番の高本、高本先頭に変わって V ゴール。8レース A 級チャレンジの決勝戦、中釜に叩かれたんですが、うまく3番手をさばいていって、そこから縦に踏んでいきました1番の高本和也です。それではこのレースリプレイでご覧いただきましょう。1番の高本、そして2番の佐野博次、道中厳しい牽制もあったんですが、最終的にはその山を乗り越えて1番の高本和也が2場所続けての完全優勝となりましたか。角度を変えたスローリプレイご覧いただきましょう。1番の高本、そして体勢2着、3番の中釜踏ん張っています。3着通過で2番の佐野とお伝えをしておきます。決定をお待ちください。第8レースでした。さあ第8レース決勝戦、同期対決、力力って感じでしたね。まあでも中釜君がね、見せ場作りましたよね。ねえ、あとね、あの2番の佐野君はもう少しね、あのブロークうまくできてたらね、うん、ラインで決まってたかなというのを感じましたけど、まあそれにしても高本君も、ね、強かったですね。強かったですね。力強い競争となりました。そして今バンクの中では第9レースの選手が行われております。 A 級の決勝戦ですね。こちらも混戦になりそうです。これはもうほんまにすごい、うんね、このメンバーはもうね、ほとんど自力型ですから。チャレンジ決勝決定。1着1番高本和也、2着3番中釜達秀、3着2番佐野博次。第8レースの払い戻し金をお知らせいたします。二社服1番3番540円、二社単1番3番1000等円、三連服1番2番3番250円、三連単1番3番2番1770円、ワイド1番3番230円、同じく1番2番120円、同じく2番3番190円でございます。はい、今ね岸和田のチャレンジの決勝を見ていただきました。ちょっと4社で引くのはちょっとびっくりしちゃったんだけど、まあ地元だからまあしょうがないかなってところありますけどね。まあなるとやっぱりもう奈良の2人はきついっすよね、ついていくのはね。いやーちょっと引くパターンは叩かれるパターンは予想してなかったんで全然ダメでしたね。当たった方ね、おめでとうございます。意外とこれ 1,3,2 って買いづらいですよね。まあ割ってみたら自力力決着って感じでしたかね。当たった方おめでとうございます。はい、ではちょうど今平塚が締め切ったのかな。締め切りましたね。から買うか、人気は あ、でもいい感じにつきますね。まあ、2がかけるんであれば6は残るだろうし、
まあ、1は強いですけどね、まあ、終わってみたら自力ボックスでしたっていう可能性十分ありますけどね。うん、岸和田の方の決勝がここが、田中選手が静岡で、それ以外は中部が5人に近畿が1人なんですよね。うん、なんかいつかの決勝でなんか誘導すら下ろさないみたいな決勝があったんで、そこを見ちゃってるとどうなのかなっていう、まあ、叩き合いはないにしても、まあ、特に林選手がもう優勝したいよっていうコメントも残してるんで、まあ、小西選手がこれ一旦前受けから引いてのかましで、1-6がどこにいるかって感じですよね。うん、まあ、4-3-5-1-6で切って2-7が引いてドンってかまして4-3が中段はまってるか。いずれにしてもちょっとここは切れ目にいそうな1号あたりがちょっと穴っぽいっちゃ穴っぽいんですけどね。まあ、力だけ見ると小西選手で良さそうだけど、まあ、倉野選手もついてどうなるかって感じですかね。まあ、ちょっと買いたいのは5からとあと2からって感じですかね。でも この前の決勝あれです、広田選手が乗ってたやつ、あれなんだっけ、村田選手が2着だったやつですね。あのレースがどうもこびりついてるですよね。まあ、ここしっかり戦うんであれば、4日市ですね。そうそうそう。あれはね、裏の小倉がすごい激しかったやつですよね。確かね。叩き合いでね。ここどうなるか、まあ、林選手は多分ここまくりに構えそうなんで長い距離多分踏まないと思うんですよね。4-3-5が来て2-7がかまして3番手とかですかね。まあ、その展開もちょっと考えてるんですけどね。はい、あ、じゃあごめんなさい、ちょっと始まるんで見ていきますね。中村健二、5番東京永井隆一、6番地元神奈川から藤田和彦、7番埼玉長谷川辰徳、以上のメンバーで第8レースチャレンジの決勝戦を争います。なんといっても注目は121期同期対決です。長谷川久野1番3番車、長谷川久野の戦いは昨日の準決勝でもありましたが、その前の別府でもありました。その長谷川久野に対して地元添田はどういったレースをするのか。号砲が鳴りました。第8レースチャレンジ決勝戦が今スタートしました。1番の長谷川日向が上がっていきます。続いて2番の添田隆二、3番の久保太、ここまでは車番通り、あとは5番の永井隆一、その後ろ6番の藤田和彦上がっていきます。続いて7番の長谷川辰徳上がって、これで最高峰が4番の中村健二となりました。レースは1周回目の2センターへと向かっていきます。これで長いライン3車が前受けという形となりました。まずは1番121期東京の長谷川日向です。昨日のレースは突っ張り先行で完全に久を封じての1着でした。マークする5番の長井隆一、初日同様昨日も長谷川とワンツーを決めています。そして7番埼玉の長谷川辰徳、昨日のレースはこの3番手でワンツースリー決まりました。今日もライン3番手を固めます。中段の位置2番の添田隆二、地元ホームバンクデビューして初の優勝を決めたのがこの平塚の地、同期121期、ここは負けられません。6番藤田和彦、こちらも3日間を通して添田の番手となっています。あとは後方で3番の久保太、
その久保田がゆっくりと上昇していきます。続くのは4番中村健二、ここは福島と愛知でラインを組んでいます。残り2周を切って、ここは3番の久保田が前を抑えて一旦1番の長谷川車を引いています。今度は後方から地元の両者が上がっていきます。打鐘が入りました。さあ各ラインが動きが激しくなってきています。なお粘る3番の久保田に対し2番の添田隆二が外までやってきています。レース残り1周となるところ、2番の添田隆二、3番の久に迫るが、これはちょっと苦しいか。2番手の外側、なおも3番の久が前を明け渡しません。1番後ろにいた長谷川日向が、これは前を捉える、最終バックを通過している。1番の長谷川日向が3番の久の後ろから飛び出した。4コーナーから直線に戻ってくる。1番の長谷川先頭、1番長谷川完全優勝。第8レースチャレンジ決勝戦です。このレースは異常なし、このレースは異常なしの判定です。それではリプレイで振り返ります。3番の久の後ろに1番の長谷川つけまして、最終バックからまくって、ここは完全優勝を決めた模様です。スーパースローの映像です。1番の長谷川日向、そして3番の久保田、ここは2着、そして6番の藤田和彦が3着に入った模様。136の通過体制です。結果と決定、今しばらくお待ちください。第8レースチャレンジ決勝戦でした。はい、8レース決勝戦、ここは長谷川選手が、いや強かったですね、ただ久も頑張りましたよね、今日は早かったですね。ね、昨日の反省を生かしたっていうね、ただ藤田がよく頑張ってついてきましたよね。はい、添田選手は、まあ、添田がいなくなってもね、前に踏みながら頑張りました。はい、ゴール、ここはもう長谷川日向選手が快勝という感じでしたね、はい、そっか、長谷川選手、久選手、今日は三分戦だったね、今日でしたか。3着には6番の藤田選手のようです。決定、1着1番長谷川日向、2着3番久保田、3着6番藤田和彦。平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番3番610円、シャバン連勝単式1番3番1190円、3連勝複式はい、今平塚8レース見ていただき、満車券、マジマジ、うーわー、マジか。36ベースでしたけどね。ありまー、うわー、つかすげーの狙ってたんだね。361470倍とかそんな変なの狙ってたんだね。316でも177倍か。やっぱ2がかけて藤田選手の抜け出しで、久選手があんな踏むとは思わなかったですけどね。いやまあね、長谷川選手強かったですけどね、狙い悪くなかったな、もったいないことしましたね、今日こんなんばっかっすね当たった方ね、おめでとうございます。はい、では岸和田が締め切りましたね。で発送が20分なので、これから買われる方はね、平塚のみになりますのでお願いします。で岸和田が、あ、ごめんなさい、平塚がここが317-5264の展開、初手になるかなとは見てます。で逆に小笠原選手がこう普通にスタートポンって取っちゃって523-1764っていう展開もありそうとちょっと考えてます。はい、でここが、まあ、317が取るんであれば、まあ、64が切って切ってで317がかますっていう感じになるけど、まあ、そうすると佐々木選手が中段入っちゃうんで、それは多分避けたいのかなと思いますけどね。
やっぱりスタート取らせて後方に追いやるっていうところですかね、まあ、一番動けてる自力が佐々木選手なんで、まあ、そこを周りがどう見るかで、5-2-3-1-7-6-4スタート取らせて切って切って3-1-7-6-4-5-2から5を後方にやって、まあ、まくりにいつも通り構えるパターンですね。で、コメント見る感じだと、うん、東北の2人でどっちかで優勝者出したいねみたいなコメント出してるんで、まあ、ワンチャン早めに、まあ、高橋選手があんまり緩めてるんであれば一気にドーンってかましちゃう可能性もある。そうすると 2-5 かわしですよね。長い距離踏むんでかわしの 2-5-1-3-4、 あとは 3-1-7-6-4-5-2 で構えた場合は、3の主導権から矢島選手の抜け出し、あとは6-4浅田選手、小林選手の静岡コンビの先まくりですね。これ多分相当つけると思うんですけど、ちょっと買ってみたい目でしたね。こっちは多分人気サイドっぽいかな。あ、そうですね。11倍から21倍ですね。164のボックスはすげえつくと思うけど、多分満車券。うん。118倍から379倍ですね。足色だけで見るとね、5なんですけど、やっぱり構え癖があるから、そこ加味するとやっぱり、ちょっと後方もありっちゃありかなと思いますけどね。ていうか、チャージばっかしてるんでしょうね。一番さんが、小西選手も構えて林選手も構えそうで、奇襲短期の大釜しスピード勝負なら24短期マルチ24-156ですね。ありがとうございます。245で一緒に当てませんかマルチボックスで買ってるんで、そこでお願いします。まあちょっとね、どうなんだろう、やっぱりこう奇襲系がすげえスピードレースになりそうですけどね。構えてから一気にドンみたいなね。楽しみですね。ありがとうございます。智也さんが岸和田が245-345-267、今日はボロ負けです。最終日ね、ちょっと自分も変な感じなんですけど、とりあえず最後当ててね、終えたいですね。高政さんが6226-14ですね。ありがとうございます。5が逃げますかね。ありがとうございます。めっちゃつけそう6226。はい、ではちょっと岸和田始まるので見ていきますね。あと2番の小西春樹が行きます。2番車の小西がスタートを取って7番の倉野が早くも上がって2番手、これで三重勢が先頭2番手です。3番手には短期1番の田中が入りました。そして6番の北川に5番の引田と短期の3選手か、これで後方となって4番の林貴博に3番の藤原誠、ここは後ろからということになりました。中部の別線です。先頭1周回目バックから3コーナー、まずは三重勢が前行きを選択いたしました。連日非常にいい先行勝負を見せている2番の小西、ここも2場所続けて完全優勝となってくるんでしょうか。追っていくのが7番の倉野龍太郎、この倉野も今シリーズは無傷で勝ち上がってまいりました。あとは3番手、初日特選を制した1番の田中貴彦、今日は短期戦、そしてこの後ろも短期、6番の北川大五郎、地元からは唯一の勝ち上がりとなりました。
5番の引田、ここは愛知で林もいるんですが別線です。そして後方からが4番の林、林には3番の藤原がつけています。中部勢別線は後ろからとなりました。青番周回3コーナーから4コーナーに向かうところ、人気の中心は2番車の小西です。その小西が早くも誘導と車間を切るような感じ、後ろを何度も振り返っています。さあ、そしてこの中で後ろから4番の林が上昇。さあ、2番の小西はどうするか。林貴弘がまずは前を抑えに行って、ここで先頭4番の林に変わりました。前に踏みながら2番の小西は後位をキープして3番手となりました。あとは6番の北川が行って、あとは1番の田中は内に行きました。さあ、短期勢がそれぞれ内外から仕掛けていくような感じ。ここで6番の北川短期で一度先頭に変わる。そして今度は2番の小西が仕掛けていって、4番の林も2番手から縦に踏んでまいりましたか。さあ、ここは林と小西、この両者の力比べで先行バトルとなってくるんでしょうか。7番の倉野が中段に降りるような感じ。さあ、先頭は4番の林です。2番手が3番の藤原、そして3番手内に6番の北川、そして3番手外並走は2番の小西。さあ、小西は3番手外から縦に踏めるかどうか。後ろからしかも今のところほとんどありません。逃げる4番の林貴弘、2番手絶好牽制を見せて3番の藤原、そして内をついて7番の倉野、2番の小西厳しくなって4コーナー回ってくる。先頭は4番の林貴弘、番手から3番の藤原、藤原最後は突っ込んだか、さらにはその7番の倉野龍太郎か。9レース A 級の決勝戦、最後はどうでしょうか。3番藤原に外から7番倉野龍太郎の強襲がありました。それではこのレースリプレイでご覧いただきましょう。4番の林が最終主導権、そして2番手何度も仕事を見せて、3番の藤原誠、小西は厳しくなって切り替えたのが7番の倉野、最後の直線コース。3番の藤原に外からは7番の倉野の強襲撃。角度を変えたスローリプレイご覧いただきましょう。さあ、ハンドルの投げ合い、外7番の倉野が体勢有利でしょうか。あとは3番の藤原、3着通過で4番の林とお伝えをしておきます。決定をお待ちください。第9レースでした。さあ、最終レース、うん、混戦となりましたね。混戦でね、はい、かなり後輩ついたような感じしますけどもね。えちょっとこれはかなりやっぱりね、もう自力型ばっかりでしたからねえ、うん、かなり動きありましたから ね、なんかゴール前はわーっていう声が聞こえたような聞こえましたね、うん、なんか誰の声なの、誰の声カオさんの声ですか。いやいやいや楽天ケイドリームス杯 A 級決勝決定、一着7番倉野龍太郎、2着3番藤原誠、3着4番林貴弘。第9レースの払い戻し金をお知らせいたします。2車服3番7番8840円、2車単7番3番15230円、3連服3番4番7番9200円、3連単7番3番4番106650円、ワイド3番7番870円、同じく4番7番1460円、同じく3番4番830円でございます。はい、今ね岸和田の最終見ていただきました。まあちょっとね、まあ、レースはうまかったっていうか なんだろうねなんか思った以上にね激しかったですけどね、まあ、田中選手も位置求めたりとか、まあ、引田選手は全然動けなかったですけどね。いやー、210通り中あれさっき打った203番人気か。これでも倉野選手がね動けてるから、まあ、そこから思い切って狙った人はいいかもしれないですけどね。2が思い切ってかましいみたいなね展開であれば考えられなくはないけど、でもちょっと変えないな74が1個あっても、藤原選手の2着とかも買いづらいしね。ちぎれ追い込み、うん、そうっすねなんかちょっと中部シリーズがどんどん分かんなくなってきますね。やればやるほどこう記憶もね蓄積されてきますからね。いや
てやばいな。最後終えてね、終えたいですね、当てて終えたいですね。田中さんが今のレース的中、おお、出目で2万勝ち、すごい。もう最後もう勝ち確っすよね今日ね、すげえな、めっちゃいいっすね。ちなみに出目ってあれですかね、ミッドナイト以外ではやってない感じですかね、どうなんだろう、めっちゃ気になる。選手がかけ、あ、違うね、あ、でもちょっと買いづらいね、743は一行してもいいかもしれないけど、7いるんですけどね、一番人気ね。佐々木選手がガツンと行くのか、いつも通り構えて、まあ届いちゃうのかだよね。まあ5から1、2が、あ、そうですね、うん、2、5の1、あ、人気サイドなんだ、1、5、3ね。いや、どうなるかっすね。では見ていきますね、最後当ててね、終えたいですね。田中さん、あ、昼は買わないんですね。やっぱりこのシャバンのりもあるってことですよね。ありがとうございます。では決勝見ていきますね。楽しんでいきましょう。いきます。いってらっしゃい。1番群馬矢島和也、2番青森小笠原翔太、3番埼玉高橋康弘、4番静岡小林則之、5番秋田佐々木義則、6番静岡増田俊明、7番栃木篠崎隆、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となりました。第9レース決勝戦です。初日の特選競争から残ったのは5人となっています。予選から2名が勝ち上がっています。ラインの先頭は3番高橋康弘、佐々木義則、増田俊明です。発走準備整いました。7名構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第9レース A 級決勝戦スタートしました。さあここは6番増田俊明が上がっていくようです。続いて1番矢島和也、5番が佐々木義則、3番高橋康弘、4番が小林則之、2番小笠原翔太、最後尾7番篠崎隆です。前を取ったのは6番静岡増田俊明。準決勝短期でドンピシャリのタイミングでまくりました。2番手上がってくる4番静岡小林則之、来季 S 級に復帰する小林則之です。6番4番静岡勢です。3番手に3番埼玉高橋康弘が入っていきます。準決勝3番手キープから岐阜勢をいなしながら出ていきました。高橋康弘、マーク1番群馬矢島和也、その後ろが7番栃木篠崎隆、3番1番7番は関東勢3社です。5番秋田佐々木義則は6番手。初日は先行勝負でした。準決勝は苦しい展開もよく2着まで届いた上がり11秒2のまくりでした。マーク2番車青森小笠原翔太、
初日に400勝を達成して無傷の勝ち上がり。ここは過去優勝1回、準優勝6回あるバンクです。2番車小笠原翔太、5番2番トークラインが動きます。佐々木芳則が上がっていきます。6番増田俊明が前段ですが、一旦突っ張る気配を見せ、6番増田俊明引きました。打賞周回2コーナー、今度は3番の高橋康弘が3番手に追い上げて、静岡勢は一旦6番手に引きました。6番増田俊明です。今ジャンが鳴って5番の佐々木芳乃に先行体制、流しているところを静岡勢がかましてまいりました。6番の増田俊明、4番の小林紀之です。静岡2社が上がっていく。5番の佐々木芳乃は3番手に飛びつく。ここで3番の高橋康弘がすかさず3番手に追い上げる。残り1周を切る2コーナー、3番高橋康弘3番手に追い上げて東北勢は後退します。2コーナーからバックストレッチ、2番下小笠原翔太は5番手のインコース、3残り200を切る3コーナーからにセンター、車間を切った4番小林の力、先頭は6番の増田俊明です。静岡コンビで帰ってきた4コーナー丸、4番の小林の力が番手から抜け出して先頭ゴールです。4番1番です。9レース A 級決勝戦、増田俊明のかましに乗った4番小林紀之です。4番1番3番あたり、このレースは異常なしです。リプレイをご覧ください。小林紀之が番手から出て先頭ゴールです。リプレイをご覧ください。続いてスーパースロー、このまま確定いたしますと2020年10月約2年半ぶりの優勝、小林紀之です。4番1番3番、この後の正式決定までお待ちください。9レース決勝戦の模様でした。第9レースの決勝戦でしたけれども、うん、ちょっとドキドキしましたねえ、まあ、無茶当たったからねいやねえ、でも一旦佐々木選手が早かったですね、はい、切るのも。そうですね、うん、まあなんで前受けからの方が良かったんじゃないかなと思ったんですけどね、佐々木はね、うんうん、はい、ただまあこれはもう増田選手が1回取りに行ってましたよね、うん、スタート、うん、そうですよね、うん、まあ取りに行ったっていうか取らされたっていう感じだったですよね。はい、ただまあこの静岡の連携うまくったうまくいきましたよね。あとやっぱりすかさずその高橋選手が3番手中段取り行きましたね、うん、はい、あそこはやっぱり佐々木選手もその中段にこだわるタイプじゃないないからですね、はい、決定1着4番小林紀之、2着1番矢島和也、3着3番高橋康弘。平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番1850円、シャバン連勝単式4番1番1980円、三連勝複式1番3番4番1270円、三連勝単式4番1番3番6330円、ワイド1番4番410円、3番4番600円、1番3番280円。以上でございます。はい、今ね平塚の、ね、最終まで見ていただきました。ちょっとねもうちょいでしたね、高橋選手が外行って矢島選手が中突っ込んできたね、あもうできたなと思ったんですけどね、急に失速しちゃいましたね。くそ、416だと165倍あったんだね、やっちゃったー。まあちょっとね、まあ、佐々木選手を不発にできたってところはあるのと、まあ結構長い距離踏んでましたからね、まあ、末を変えちゃうのは仕方ないけど、もうちょっとだったね。うわぁ、ちょっと悔しいな。165倍だもんね。まあちょっとね、狙い悪くなかったですけどね。ちょっと今日こんな感じ、ずっとこんな感じでしたね。裏目だの、縦目だのね。いやぁ、悔しいな。
もうこれ以上もう今日競輪ないですからね、うん、じゃあちょっとねこの悔しさもどうしようもないんで切り替えて来月ねまたやっていきますんでよろしくお願いします。よかったけどね、やっぱり2日間足色見るのはやっぱ大事ですね。展開ももちろんそうだけど、うん、まあ、佐々木選手もどうか何着だったんだろう、うん、まあ、いやちょっと後で見てみますね。はい、で明日からが向こう待ちが、ウィンチケット杯なんでそこを軸に 1,2 半なんでちょっとやりたいのと、あとは名古屋、あと松戸もちょっと面白そうなんでちょっと番組見ながらちょっと同時参上にするか、キャンペーンが入るんであれば同時参上にしようかなと思ってるんで、あ、入れそうだね、やっぱ入るよね、うん、ミッドナイト山明け、まあ、初日だからそんなにポイントのあれはないですけどね、まあ、逆にまあ本線を抑えつつ穴も狙いながらっていう感じでできるんで、うん、明日はちょっと3畳で21レースでやってみようかなと思いますんでお願いします。いやー悔しいな今のはいやバチッとね当たればね、うん、50枚ぐらいプラスで終えられたっすけどね、いやー悔しい、ちょっとね頑張ります。まあでもねしっかり見れてはいたんで、うん、また明日三条いやーどうしようかな、三条一応ねやる予定でいきます。まあ相性がいいのが名古屋と、名古屋が相性がいいかな、でも松戸が結構メンバー面白そうなのと向こう町がウィンチケット杯なんで一応ね三条の予定でいきますんでよろしくお願いします。はいもう脱力感半端ないですけど、まあ、しょうがないですね。じゃあ今月もねありがとうございました。また6月切り替えてやっていきますんで、ぜひねお時間ある方は遊び来てください。じゃあ今日はねこの辺りで失礼します。じゃあまた明日よろしくお願いします。お疲れ様でした。おやすみなさい。